パリ五輪第4日体操、2024年7月29日ベルシーアリーナ。団体総合決勝が行われ、橋本大輝、セントラルスポーツ、萱和馬、銅、谷川孝、銅、杉野正隆、特集会、岡新之助銅、の日本が259、594点で16年リオデジャネイロ五輪以来となる金メダルを獲得。 最強ライバルの中国を破った。27日の予選では2位スタート。エース橋本は度重なる負傷で不調が浮き彫りになり、金メダルに黄色信号が灯っていた。決勝前夜の28日、選手村では涙のミーティングが行われたという。日本協会の水取久志教科本部長らスタッフが話をした後、首相のかやが、 僕からも少し話をさせてくださいと切り出し、絶対に僕は2番じゃ嫌だと泣きながら力強く訴えた。橋本も、絶対に明日、死ぬ気でやりますと涙声で語ったという。パリの夜に結束を強め、挑んだ決勝を。ミスしても、決して諦めなかった。橋本は、正直、ちょっとしんどくて、でも昨日のラストミーティングで話し合って、 みんなのために戦いたい。みんなで金メダル取りたいと心の底から思えた。今日はどんなことがあっても最後までやりきってやると思ったと振り返った。